生活共同組合コープ秋田は、秋田県秋田市に本部を置く、消費生活共同組合。秋田県で2番目に古い秋田、市民消費生活共同組合、横手市に本部を置く、秋田県南生活共同組合、二カ保町に本部を置き経営破綻した、ゆり生活共同組合の職員5人と、組合員50人が立ち上げた、二カ保市の本庄ゆりに、 新しい生協を作る準備会が合併し、生活共同組合コープ秋田として発足。約8万人の組合員を用紙共同購入、共済、投油配達、生協店舗の運営を行っている。秋田県単一の生活共同組合である。当初の計画では、第2フェーズとして、2010年をメドに、大館市に本部を置く。 秋田県北生活共同組合とも合併を計画していたが、同政協は、百合政協が経営破綻した後、出資金を引き出す組合委員が相次ぎ約6億円のうち約1億円が流出した。また、2013年までに16億円もの累積損失を抱えていたため、合併の方針を転換。同年9月21日付で、コープ秋田に共同購入。 そういう、共済の3事業を譲渡したほか、組合員39,179人、従業員、約70人もほぼコープ秋田に移った。譲渡後、秋田県北西京は不動産事業のみを残存させ、債務返済のほか生存手続きの準備を進め、2015年10月7日、秋田地裁大館支部に、自己破産を申請した。共同購入セットセンター。 共同購入中央センター、東油中央センター、土崎店全4店舗で営業を行っていたが、1993年と翌94年に出店した大型店の業績不振で経営が行き詰まり、1998年4月、負債7億3000万円を抱え経営破綻した。同時に共同購入中央支部から大仙市の一部と戦北市全域の、 共同購入事業を遺憾される。ありがとうございます。